なななぜこんなここんととににっってしままたたののか聞きたいことは山のようにあります長谷守さんはきょう次男が殺害された事件の記録が廃棄されてしまったことについて最高裁判所で意見を述べることになりました。 裁判所が廃棄したのは、1997年、神戸市相馬区で長谷さんの次男、潤君が殺害された事件の記録です。この事件は現場に挑戦状が残され、新聞社に犯行声明文が送られるという異様な犯行形態が、世間を震撼させました。被疑者は、神戸市相馬区居住の中学3年生、 A 少年逮捕されたのは当時14歳の少年 A 当時の法律では14歳は刑事裁判にかけられず少年 A は医療少年院に送られましたしかし処分を決める少年審判は完全に非公開で遺族は事件の真実を直接聞く術がなく長谷さんは他の事件の遺族とともに 少年法の改正を訴えてきました被害者にとって審判店に出席をして事実を知ることそして自分の辛い気持ちを言うことは実は立ち直りへの第一歩でもありますその意味でも審判の参加は重要な意味を持っていますこ,れよりこの事件をきっかけに2000年には少年法の改正が実現し事件の資料の一部を見ることができるようになり 2008年には殺人などの重要事件では被害者による少年審判の傍聴も認められましたただ改正される前の事件には適用されず長谷さんが事件の記録を見ることはできませんでしたいつかさらに法改正が進んで全ての記録を閲覧できるようになる長谷さんはそう信じていましたが裁判所がその記録を廃棄したことが去年 さらに2004年長崎県佐世保市で当時小学6年の女子児童が同級生を殺害した事件や2012年に京都府亀岡市で起きた暴走事故など全国で少なくとも52件の記録が廃棄されていたことが明らかになりました。 あの資料は残してるもんだと思ってましたのでまさか廃棄されてるというふうには思ってませんでしたこういう貴重な資料をあの廃棄するっていうそういう感の悪さひどさにちょっと呆れてるっていうのはまあ憤りを感じるというのは確かだと思います重大な事件の記録はなぜ廃棄されてしまったのか 最高裁判所の規定では少年事件の場合少年が26歳になるまでを保管期限としています一方で例外もあります1992年の通達では重要な憲法判断が示された事件や調査研究の重要な参考資料になるもの社会的に字幕を集めた事件などは事実上の永久保存が求められましたしかし 記録を保管していた神戸家庭裁判所は捜査資料や少年審判の処分決定書少年 A の精神鑑定書などすべての資料を廃棄2011年2月頃に廃棄されたとみられます事件当時少年 A をサポートする付き添い人を務めた弁護士が唯一残っている事件記録の目録を見せてくれました 廃棄された記録は捜査関係の書類だ、けでも1000点以上はあったと話します法律の改正の契機にもなったし、被害少年事件の報道の在り方を,を問い直すというかね、そういうこともあったし、もういろんなことの契機になった事件なんですよね、資料としての、うん、価値って非常に高い事件、記録だったと思うんですよね。うん 家庭裁判所では記録の保管・廃棄はどう運用されていたのか現場を知る人たちを取材すると驚くべき実態が機械的に2014年まで家庭調査官だった和光大学の熊上教授は記録を廃棄するときに中身は確認されないことが常態化していたと話します。 本当にその子は26歳なのかっていうのを、まあ、戸籍等で確認はします,す,るしますけどもこの事件は重大だから残そうだこの事件は軽いからとかっていうそういう中身は全く精査しません家庭裁判所で判事を務めた経験もある弁護士はこうした実態の背景に少年事件ゆえの慎重さがあると話します結局少年院から出た場合には まあ別の少年としていたらおかしいですけど、社会に生きるわけですね、はい、残っている少年事件の記録は、万が一外に出たら困りますので、速やかにある程度期間が来れば、一般的には廃棄するというのが、そらく裁判所の職員の頭の中にはあったんじゃないでしょうかね廃棄の経緯について、当初は調査しないとしていた最高裁判所ですが、 長谷さんたちの強い要請を受け有識者による調査委員会を設置今日は長谷さんを招いて意見の聞き取りを行いましたその中で長谷さんは子供の命が奪われた事件の記録を閲覧したいというわずかな希望さえ奪われたと話しましたさらに再発防止や犯罪被害者の権利保護にも活用できる事件記録は重要な歴史の資料だとして

調査結果を公表するとしていますが廃棄に至る経緯は明らかになるのでしょうか。